こんばんは、テレビ東京の佐久間信之です。乃木坂46の新内舞さん、桜井玲香さん、佐藤香さん、お疲れ様でした。2019年6月12日水曜の時間、私テレビ東京の佐久間信之が日本放送からお送りしてまいります。噛んじゃった、申し訳ない、すいません。ね、あのさっき話してたの、うん、千鳥の二人が聞いてんのにオープニングトークやりたくねえっていう。いや、嫌なんだよ。よく考えたら。なんで芸人、オープニングトーク、素人がやんなきゃいけないんだっていう。もう本当に辛いっていう。すぐタイトルコール行こうかって話してたね。これから梅雨の話すんだよ、これ。いや、マジで。本当に。いや、梅雨ですね。いやいや、だから、風邪ひきますよ、これ。僕、あの、前もこのラジオ話したんですけど、人一倍かれるんですよ。だからもう、僕にとっても相当辛い。17度ですよ。僕、傘は買わずに過ごしたいと思ってるから、六本木駅から走って行ったりするんだけど、体調崩してないかなっていう。僕はね、風邪、これはあんま聞かないんですけど、だから、今年の3月ぐらい、2月ぐらいかな、家族全員、嫁も子供もですけど、僕は大丈夫だったんですよ。なぜなら、嫁も子供もインフルになった瞬間にホテルを予約したから。本番があってその週で、しょうがないからホテル予約してテレビ東京の横のホテル泊まったの。そしたら娘に、お前一生忘れねえからだって言われた。って言われたんだけど、インフルエンザとか風邪はほとんど引かないんですけど、たまに高熱がバカみたいに出るんですよ。それはあまりにちょっとなんかそういう時期が続いたから病院行ったら、さんねと、とにかくでかいって言われたの。ちょっとなんかね、喉チンコが人の2倍ぐらい大きいんだって。まあ、いわゆる扁桃腺と喉チンコ、わかんないけど。で、本当は手術で取った方がいいレベルなんだって。じゃないと、ちょっと傷ついたぐらい、確かに42度ぐらいパカンって出るから、でも、なんつったらいいの？喉チンコがでかいって、なんかいいことのような気がしてて、なんか。俺喉チンコでかいからっていう人よりっていう。ただ本当にそれで手術して取んなきゃいけないんだけど、なんか社会人になってからだと1週間ぐらい入院しなきゃいけないとかって言われて、これ無理だなと思って今まあしてるんだけど、まあただだから人からなんか言われ、やっぱ心に思ってることはあるよ。俺喉チンコお前よりでかいからなって向けてるしやる。多分。かぶってるやついねえか。いないよね。喉チンコ。そういう気持ちでやってるから、全然。心の喉チンコちゃんとあるからさ。で、そうそう。だから、ジジの話、これもう、まず、千鳥の前でした。だから、今週、父の日。母の日とかはちゃんと、我が家もやりますけど、父の日。これ、どういう説明の仕方したらいいのかわかんないですけど、父の日曜日に、嫁と二人いたんですよ。お芝居見に行って帰り、まあ娘が留守番してて、で帰りがけになんか娘から嫁に電話がかかってきて、で嫁がなんか急にそわそわし始めて、で近所のスーパーあたりでなんか、あ、ちょっと先家帰った。で嫁がなんか奥さんがスーパーのなんか店頭の花屋かなんかでひまわりみたいなの買って、で後ろ手に行って俺から遅れて家帰って、で一回部屋行ったらって言われて、で部屋行って、そしたら娘がひまわりを二輪だけ持って、はい、父の日と渡されて、すげえ存在な父の日だなと思って、母の日と全然違うなと思って、今日、その話を、まあ、打ち合わせでしたのよ。そしたら父の日来週なんだってね。だからもう、もう、我が家は、父の日の存在をちゃんと認識してなくて、で、それはね、嫁が、いや、なんか父の日全然盛り上がってなくて、何もなかったからひまわりしかなかったって言うんだけど、そらそうだよ、来週なんだから。それぐらい、俺も気づかないぐらい父の日って軽んじられてるから、世のお父さんはもうみんなね、世のお父さんみんな多分、母の日に比べて全然祝ってくれねえなと思ってるだろうけど、うん。だから父の日のこととかが、その件があったとしても、家族内の立場が全然良くならないわけ。で、昨日から今日とかまでちょっと忙しかった僕。で、家に帰るのも遅かったけど、僕奥さんが会社員だから、同じ会社の人だから、たまにあるのが、エレベーターで嫁と二人きりになるってことがあるんですよ。あるわけ。で、普通は知らないふりして、他の人が乗ってきてもあれだから、つって軽く挨拶するんだけど、今日、たった、さっきっていうか、まあ、会社出るぐらい前の時に、嫁と二人きりになったの。そしたら嫁が、あんたさ、
私 LINE でさ、今日お弁当のに緑入れたいからインゲン買ってくれたよね。ふざけんじゃねえぞって言われて。ちょい間違えたくせに弁当の具材を買って帰んなかっただけは絶対許してくんない。会社で罵倒されたからね。会社で誰かに怒られたのって本当1年ぶりぐらいだよ。あ、違うわ。この決まった時に社長に先に行った時以来。それ以来のめちゃくちゃな怒られ方した。で、そう、もう一個今週気になったニュースっていうと、桜田ファミリアが137年経てようやく建築家っていう、1882年に着工して137年。建築途上だもんね、あれね、ずっとね。で、スペイン・バルセロナの大聖堂にある桜田ファミリアが、ようやくバルセロナ市の建築許可が下りたらしいっていう。今ずーっと違法建築だったんでしょ。世界中から観光客が来てんのに、あれずっと違法建築でしょ。で、調べてもらったらさ、ガウディ、建築家のガウディは、1885年ね、もう200年ぐらい前か。200年ぐらい前だよね。当時の自治体に建築許可を申請したけど、無許可のままになってたことが2016年に分かったんですって。無許可になったことが分かってたが、2016年に分かったっていうのが、いや、知ってただろっていう。教会側が市に約5億6000万を払って許可取ったらしいんだけど、2016年に無許可のままになってたって分かっ、ある?誰かが気づいたんだろうけど、ちょっと前に多分気づいてたよね。で、なんか代々の秘密として隠し通してきたんじゃねえっていう、その、だってこう、ここまで大きくなってさ、もう観光名所になってて言い出せなかったんじゃない?で、これで考えたのよ、その、なんで今更、その、2016年分かったみたいなことにして許可にしたのかっていうのは。これだから、市長が、めちゃくちゃ冷たい血も涙もないタイプに、最近変わったんだろうなっていう。イメージキャストね。イメージキャスト天海祐希ね。女王の教室の時の天海祐希。今まで代々、小野武彦さんとか、角野卓造さんとかだったんだけど、まあまあ観光名所だしってなってたのよ。そこまでおじさんの市長はね。でも天海祐希さんが来て、関係ありませんと。これ違法は違法ですよね。ぶっこんできたんだよね。で、いろんな人が懐柔しようとしたけど、天海祐希さんはもう全然折れないから、これ、即ドラマ化ですよ。で、これを、だから、あれだろうね、きっとね。職員とかが、これはもうしょうがないと。で、5億は払えない。5億は払えないけど、皆さん、5億払ったことにして、世の中のことを全てまとめる、解決方法があります、みたいな、三谷幸喜みたいなドラマがあったはず。うん。ガウディのその何?魂とかが乗り移った、売店の職員。核検討。スペインの核検討とか、うん。スペインのムロツヨシと。渡り歩って、で、解決した。最後はだから本当になんか、この5億ってのもなんかおかしいじゃんって。だって5億以上だってさ、市はさ、儲けたはずだから、これで。だからこれも見せかけの金ですよ。最終的に誰もが傷つかないためにやった、みんなで活躍、話し合っ、5億なんて金だんだっていうんで、天海祐希さんが見なかったことにしましょうって終わったんだ。なったはず。はい。っていうことなんですけど、これ。だから、今、なんでこんな、さっき天海祐希さんの話とかしてやってるけど、サラリーマンの人はみんなわかってるんだけど、この時期人事の季節なんだよね。でも、テレビ局だけじゃなくて、日本放送も多分そうだけど、新しいなんかいろんな人事が出てるから、今多分会社で働いてる人は全員、日本中がざわついてるだろうなっていうのと。あとはだから、その許可を取る取らないで言うと、テレビの許可取りってものすごく難しくなってきて、昔は、普通に街頭インタビューとかも別に許可いらなかったんですよ。でも今は、AD さんからプロデューサーが全部、もうテレビの申請の許可とか持って待ってて、街頭インタビューしたら使わなくても許可取るから。だからその人に走って逃げられたら、今の面白いインタビューでしたけど使えませんみたいな風になるっていうことになってて、場所の許可とかもすげえ難しくなってるんですよ。だからもう本当に、とにかく厳しい中で緩いのは熱海と読売ランドね。熱海は、もうとにかく市役所の山田さんって人が、もう天才的にいい人だから、前日に電話しても、なんとかロケ場所とか全部仕込んでくれるから、これ激励屋さんにも出てたんだけど、あの人に、だから俺も、マジ歌のなんかのロケ、劇団一人が原始人で暴れるって設定の、ロケで、
許可場所が全然見つからないときに、熱海のそのとこに AD さんが電話したら、翌日、あ、明日来てくださいって言われて、新幹線パーって行ったら山田さん待ってて、で、廃墟から何から全部用意しててくれて、で結局、俺たちは、特殊メイクの機材とかが入れられなくて、とか、あとは、その、クレーンが入れられなくて、まあ諦めたんだけど、もう、ロケ場所も6つぐらい仕込んでくれるのよ。すごいよ、ほんと。素晴らしい。あ、だ、それで結局、キス我慢の映画は熱海で撮ってる。ちょっとなんか、地下にあるシーンの、なんか研究所っぽいシーンは全部その、仕込んでくれて。普通ね、やっぱね、キス我慢の映画ですって言うと、どこの媒体も、はって言われて断られるんだけどっていうところもあるし、読売ランドもだから、読売ランドもだから、キングちゃんとかでロケやった時にもめちゃくちゃやらせてくれたっていうのもあるし、あと熱海もあれじゃない、有吉の壁で、オープニングのめちゃくちゃにやるやつあるじゃん、あの企画。あれ最初にやったのってもしかしたら、熱海じゃないかな。そういうところも、テレビのところで優しいから、まあ、熱海と読売ランドには皆さん、行ってください。ということで、佐久間信行のオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、テレビ東京の佐久間信行です。毎週水曜日のこの時間は佐久間信行のオールナイトニッポンゼロをお送りしていきます。さあ、今週はスペシャルウィークです。4月の劇団一人に続いてオールナイトニッポン2部ではありえないレベルのタレントをブッキングいたしました。はい。私20年テレビで働いてきて持ってる唯一にして絶対の武器。コネを生かしたブッキング力。これがもう佐久間のスタンド。挽回。年。個性。個性いや、マジで、ヒロアカの個性っていう言い方すごいよね。ルビフって別の言い方にするのかと思ったんだけど、個性。ってことで今日はですね、この二人が来てくれてます。千鳥。いやー、素晴らしい。いや、今忙しい、一番忙しいコンビですよ。2部には絶対来ない2人だし、今千鳥さんとはまずね、青春高校って夕方の帯番組一緒にやってんのと、ちょっと前にキングちゃんっていう、番組も3シーズンぐらいにわたってやってて、まあもう一回やりたいなと思ってるんですけどっていう。でノブさんは前からなんかラジオやるってなった時に、まあご自分からよい行きたい行きたいですよって言ってくれたんですけど、一個だけ言うと、大悟さんからは一言も聞いてないって、大悟さんは多分僕が無理やり呼んだ形になってるんだけど、ただ大悟さんには一個やっぱ貸しがあって、要するにさっき言ったキングちゃんのロケの読売ランドでやったロケの時に、大悟さんがボケでね、吸っちゃいけないところでタバコを吸うって僕はあの人よくやるんだけど、それで読売ランドの担当の人がめちゃくちゃキレて俺が謝罪するっていう読売ランドの人も悪くないのよ、スプリンクラーになりそうになったからでその結果俺がロケの中止あるんじゃないかってぐらい怒られるっていう事件があったんで、大悟さんにはその貸しがあるんでそんな二人とバラエティお笑いについて語っていきたいと思っています。あとナーから千鳥の企画書を送ってもらっているので、それも紹介していきます。楽しみですね。ということで、ではでは生放送ですのでメールを募集しましょう。今日は千鳥への質問だったり、バラエティ番組やお笑いに関する質問ご意見などを募集しようと思ってます。千鳥が今のバラエティやお笑いをどう見てるのか、そういうのも聞いてみたいと思ってます。テレビ東京の佐久間です。リアクションメールが来ております。ラジオネームドラクエ参戦楽しみ。待たせてのどちんこだの、家族が父の日間違えただの話すことについて、佐久間田ファミリアちゃんと許可取ったのですそれ違法トークじゃないですか。いやだから嫌だったんだよ、だからオープニングトークなしで千鳥を呼びたいっつったんだけどな。ラジオネーム赤いゲソ。佐久間さん、スペシャルウィークの最初からのどちんこの話を聞かされる僕らリスナーの気持ちになってください。早く千鳥を呼んでくださいいやだからわかるんだよ。だただね、多分お前より俺の方がのどちんこでかいからね自慢じゃないんですよ、ね、ということで本日のゲストをご紹介します。このお二人です。はい、千鳥のノブと大悟です。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと一個だけ言っていいですか。大悟さん酔っ払ってるでしょ。酔っ払ってないです。本当ですか。ちょっと確認していいですか。はい、飲んでますね目が当たって。これはハイボール4枚飲んでるな。レモンサワー8やちゃんと飲んどるやん。本当ですよ。ちゃんと飲んどるけど酔ってはない。大丈夫。レモンサワーを5杯以上飲んでラジオに来ちゃうのは、うん、ハンニャのカナダかありましたね。いや、あいつは全然違う、ね、カナダだけはすなよ芸能界でカナダだけは三四郎のラジオにね、なんか呼ばれたから気楽に行ったらえらい炎上したのよ。それとは全く違うからな、わしの8は。
ただこの3時っていうのすごいっすよね。佐久間さんもずっとやってますけど、いやここに体調への持っていき方が分かんないから、いや僕もだからまだ慣れてないです、はい、あのいやいや慣れ、いや今聞いたけどもスラスラすごいやろいやいやこの時間であんな喋っちゃう、その聞いてる方が疲れるわもっとゆっくりもダラダラとすごい喋ってるからびっくりした。まず局員がオープニングトークすな当たり前のように用意したんだ俺はもうね1回目からと聞いたのよ。ああそうで、ラジオの1回目って、はい、だいたいみんなラジオ感でゆったり入っちゃうじゃないですか。ああはいはい、うん、これをせずにいきなりフルスロットルだったから、それはでも振動になると思いますよ。こっからこっからこれがすごいな。だって今のなんか5用意しての2出したみたいないやちょっと待って言うのやめて、そういうの。いやいやこれは5用意してるの5用意しての2だ、2の2じゃないの、5の2なのよまずは天気の話題でみんなと共感できる話題から入ってちょっと分析するのやめて。で運動会シーズンは運動会の話してるのグッディーなんやグッディーやってんのよ深夜3時にグッディーから入るからやっぱりその天気から入った方が入りやすい、入りやすい、そうそうそう、それはまあいろいろ考えた結果、その自身の話からおじさんだから始めた方がいいかなっていう、ほんでつなげるやつな、そのわしらとキングちゃんの話題もちょっと入れつつでわしら呼ぶっていうこの人めちゃくちゃ丁寧な丁寧なんやな全て。俺なもう佐久間さんはほんと丁寧だって、ああいう番組やってるから丁寧さがなさそうに見えるのに丁寧なんや、めちゃめちゃ丁寧やな。じゃないとあんな編集とかできないですよね。ああまあまあでも結構そうっすね、編集結構ちゃんとやる方ですからね。企画とかもね、皆さんだかんだありますから。だって一緒の番組謝ってたな謝ってたでしょ、読売ランドね、謝ってたのと、まあこれは言うかどうか悩んだけど、はいはい、だから謝ってる時に、はいはい、くーちゃんとか大悟さんが謝ってる俺を見て遠巻きに笑ってたから、はい、その関係者の人があいつらは俺見て笑ってんだっていうなんかねすごかったな。あの大人がやっぱあの腰から曲げてるのあの背骨ぐらいから曲げてる、ごめんなさいは聞いたことあるけど、腰から曲げてるの見た時におもろなってきて、わしらのせいなんや。大悟が、なんか飲食スペースでタバコを吸う、どこで吸うとんねんみたいなやってたんだけど、たまたまスプリンクラーの近くだったんですよ。そうそうかなんかやって、ていうか他にもいろんなねすげえいろいろボケてたの許してくれてるからあり、うん、なんかなと思った。それはやっぱルール的にダメ、そこだけはダメだったんですよ。でなんかだって、うん、くーちゃんチキンピカタみたいなやつ、はい、ぶつけてんだよ吉田とかにノブさんにそんなんしてて OK やったのにね。そうなんですよ。で1時間ぐらい止まったんですよね、はい、収録がね。そうそう録がで1時間その始まってすぐ佐久間さんが結構マックスで怒られてて、ああみたいな、でずっと謝ってて、で1時間ぐらい止まってだいぶタバコ吸ってまた見に行ったら同じフルマックスで怒られてて向こうも1時間よく続けたの、切れるんだっていうぐらいでんとかね、なんとか再開したんだね。オンエアしてくれたんだ、ね、オンエアしてくれて全部許してくれたんだけど、だから逆に言うとすげえ心が広いんだけど、そうですよね、うん、あそこはね、あれあの人も立場上怒んなきゃいけない、そりゃそうですね、うん、確かに三次へのこのモチベーションとこの記録の持っていき方は本当すごいですね。で僕も7時に今日仕事終わって、はい、そこから家帰ってご飯食べて、はい、なんか寝るにもおかしいしって、はいはいはい、なんか寝つけないから分かんないけど、ササのラジオ2本丸々聞きましたいやいや、カジさんの回とひとりさんの回丸々聞いて、はい、今俺ほっかほかですちょいがかり気味のノブが来てます。じゃああんま良くないよ、係ノブが、係ノブが来てるんですか。あんな熱い話してるんだと思って。あ確かに梶さんは、うん、あのラジオがちゃんとこんなに長く話して喋るのは初めてだったらしくって、はい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 、途中からよくあるらしいんですけどラジオやってることを忘れてきて、あ、はい、あの有名なその水曜日のダウンタウンの、うん、俺と梶さんが大好きだった回の数字が悪かったって話から、うん、急にラジオ中ですよ、うん、国民バカじゃねえのって言う一番国民を大事にしないとダメな冷静じゃないんだあの人あ流れてんだこれっつって、確かに確かにその感じになりますよね、まあ、ひとりさんのゴッドタンの裏話とかも、もう面白かった。僕そうそう、だから視聴者の人は分かんないかもしれないからこの話になると、はい、僕調べてみたんですよ千鳥との仕事、はいはい、そしたら2013年の8月に初めてゴッドタン出てもらってるんです、うん、あそんな早いですか、はい、もう6年前って6年前、あの小島みなみとの1万グランプリ、
ああ、あれがもう6年前。そうだありましたね。そんな前っすか。そうだ、だからやっぱ長いんですよね、僕と千鳥って。長いっすね。はい。光るの定理が終わって、はい、そうだ何もない。確かにダルダルの T シャツで出たの覚えてますわ。はい。だから多分、そうだ。え、ピカルでもそもそも上京してきたんですか、したっけ？きっかけで、そうですね、上京しようって決めて、大阪にも家があって、はい、家族はまだ大阪で、一応東京に来ようって家借りた瞬間に終わったんですよ。そう。しかも、大悟さんどこ住んでたんでしたっけ？葛飾です。上京して、最初に住むとかじゃないですよね。葛飾ないから葛飾区に住むっていう、そのピカルの一番面白い。タイトル笑っちゃダメよ。いや笑っていいよ、面白い。笑っちゃダメ、その笑い方がおかしいやつで、そう、葛飾に住んだ、葛飾区にそう住んだのにすぐ終わったっていう。葛飾に住んでたらテレビ局員としてはすげえ嫌ですよ、だって。ああ、だってタクシー代とかだった。いや、えぐかったっす。だから毎回往復15,000円ぐらい。そうだそうだ、何して、だからホテル取って、ホテル泊まってましたもん、葛飾に家あるのに。あ、そうなんだ。そう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 、ほぼ帰ってないかな、葛飾には。ですぐピカル終わったんですよね。がピカルが終わって、その時に多分ピカルの最終回も撮り終わってたとこぐらいの時にゴッドタンに出てもらって。そうですそうですそうです。でゴッドタンで大跳ねして、うん、でそっから俺たちは千鳥これ面白いね、売れるだろうねって言ったら、うん、11月に信子池に改名。そうですわ。その時ですか。もう右往左往してる。右往左往だ。あがきまくってる時ですね。ロンハーで信子池に改名して、信子池に改名して、じゃあ信子池でゴッドタン出てたんってことか。コンビ愛確かめ選手権の時とかは信子池って名前で出てました。そうなんですね。なんで信子池ってスーパー入れなきゃいけないんだと思いながら。まあそうですよね、他の。だって誰も、信ってしか呼んでないから。そうなんですよね。で、1年間だけそうやったんですよ。うん、やったんですよね。で、そのコンビ愛確かめ選手権に出てもらった時に、はい、大悟さんが、まだ役者の仕事やってて。まだ役者の仕事やっててじゃなくて、たまたま、役者の方に時になんか、なんか映画かなんかが来てたんですよ、ね。で、大悟さんが一月、はい、いなくなるみたいな。品川さんの映画で。品川さんの映画で。その時にノブさんがピンで仕事したらどうだって言ったら、ノブさんが、うんうん、ノブでピンでは入らんのじゃって言ったんですよ。そうですよ。からか。いや、あの時なんか考えれなかったっすからね。それで2014年に、ノブでピンでは入るようにしようっていう企画をやって、うん、それが27時間テレビの裏に、千鳥ノブで30分っていうのをやったの。そうですよね。それをやってくれたのがやっぱおかしいですもんね。よく考えたら。あの頃ってやっぱどうだったんですか、そのお二人、その出てきたはいいけどみたいな。そうですね。でもそんなにうわやばいみたいなのはなかったんですよ。あ、そうなんですか。やばいみたいなのはないけど、ウケんなと思って。ウケるはずのもんがウケんから、なんでやろみたいな。なんか大阪でなんかやってたようなやつ、ギャグとか、はいはいはい、シンプルに口がくさ、そのまま同じようにやってるのに全然ウケないんですよ。で、何回かテレビ出てるうちに、大阪では人気であったであろうに東京で結果が出ないやつみたいな感じの、なるほど、そういういじりになってきた。いじりが全部仕事がそれになってきて、うん、あれこれちょっと違う感じになってきてるなと思ったんですけど。滑りキャラに一回されると、そう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 、笑っちゃいけなくなるんですよ、ね。そう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 、危ない危ないっていう状況です。ね、その良かれと思ってね。そうそう、みんなみんな周りの演者の人も滑った後の一言が面白いんだって。なかなか逆に笑い待ちになって、なってで地獄のループが始まるんですよ。地獄のループ。危ない危ない危ないっていう時期でした、ね。手出しがちですしね。うん。何この空気みたいなやつ。そう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 。それでしばらく食えちゃうから。そう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 、確かにそうでしたね。その浮上っていうか、うん、それのきっかけってやっぱ何なんですか。いや、でもでもこの頃ですよね、うん、この頃はゴッドタンでは受けてるけど、うん、他の仕事はうまくいかないみたいないじりをよくしてた頃ですから、なんかね、ちゃんはそうか。でもその後気持ち的には、うん、ピカル終わって、あれやばいぞ、もう東京ではダメなのかなって思ってて、でもゴッドタンだけ呼んでくれて、はい、だから気持ち的にはなんか太いんですよ、自信が。これはゴッドタンは言ってきますけど、若手の精神安定剤ですよ。これ本当そうなんですよ。なんかゴッドタンに呼ばれてるってことは全然大丈夫だと、その時収入的には全然大丈夫じゃないですよ。もちろんね。うん。ね。なんかね、それでなんかね、やっていけれましてね、この、ノブでピンでもとかをやってくれたあたりとか、このコンビ愛確かめあたりで、
なんかそんな状況でしたね、気持ち的には。そのま後ぐらいに結構、いくつかの企画の時になんか花大さん見て、はい、ちょっと方針を変えたみたいなこと言ってませんでしたっけ。あ、なんかあの要は方言を、はいはい、あの最初は方言少しあの要は大阪のやり取りがそんなに受けないから、はいはい、方言薄めにしてった方がいいかなと思ったら、はいはい、花大さん見て逆にあの強めたみたいなこと言ってた。ああ、でもそれは、あ、それを誰かに暴露されたんですよ。ああ、そうかそうか。そうそう。で、言うな言うなって言ってたんですけど、もう、図星ですね。ノブがなんか、ね、岡山でも聞いたことのないような方言使いました。これはやっぱり、ね、あの、大阪おる頃に、わしがこの喋り方なんで、うんはい、ノブはちょっと抑えます。うん、抑えるみたいな。ちょっと関西弁でってやってたのに、うん、わしを超えてきたから。うん、あのそうです、やっぱヒーローアカデミアの個性ですよ ね、 そうですよね、やっぱ個性 なんかそれもなんか別に意識して、使おうと思って使い出したとかじゃなくて、なんかねアメトークだったと思うんですけど、カジさんがなんか終わった後になんかなんとかじゃってたまに言ってるけど、うん、あれなんでもっと言わないのみたいな。あーへー、あーそうなんですか。あれめちゃくちゃ面白いよみたいな感じのがあって、うんうん、あそうなんやと思ってて、うん、で次のアメトークかなんか行った時にすげえなんか俺のとこになんとかじゃみたいな、うんうんうん、と書いてあって、なんか間違えて品川さんのとこまでなんとかじゃなく書いてるぐらいなんかあってなんかそのあたりからなんかねその言葉が全部テロップになっていったんです。なんかそのあたりからそういう風になってきたんですかね。わらがみ様もですか、じゃあその頃。そうですね、わらがみとかでそのロケが面白いというか千鳥っぽいでやれるのがようやくテレビで認められたというか、うん、でなんか言ってましたよね、内村さんにはまったのがでっかいって言ってましたよね。内村です、ね、内村さんにはまると東京の番組が、はい、そうですね、あの内村さんにはまる東京の人たちが、あこいつら使っても大丈夫なんだって思ってくれるようになったみたいなことはあったかもしれない、ね、うん、反抗してもらえたみたいな、ね、ああそうですね、だから元々はだから青空レストランなんですよ。青空レストランの、そっか、青空レストランに無理やり突っ込んでる。そうで、ゴッドタンとかで、あなんかお笑いの方とか、あまだまだいけるんだっていうのがあって、でもメディアはやっぱこう出れないじゃないですか、うん、の時になんか青空レストランに一回宮川大輔さんと、俺らのマネージャーが一緒で、岸ちゃんっていう女の子が、その子が青空レストランにどうですかって言ってくれて、うん、で僕らはもう超情報番組のグルメだから、うん、ボケちゃダメかなと思ってたら大輔さんがもうめちゃくちゃやってくれと。ああ、なるほど。で、あのシンプルに口が臭いは絶対やってくれ。で、あれももともとは酒飲んできとるやろ、うん、で酒やってみ、シンプルに口が臭いやから、うん、よく考えたら青空レストランってお酒の一社提供なんですよ。そうだよね、やっていいわけないですよ。いいわけないのに大輔さんが絶対やってくれて、うん、そればっかり振ってくれて、うん、でもちろん大家はできないけど、うんうん、それを見てくれてた総合演出とか内村さんがこうやってて、ああなるほど、であのロケ面白かったなっつって言ったのがわらがみ様やったんですよ。じゃあやっぱそう、あでもそれありますね、オンエアはされないけどで出すもんは全部出しといた方がいいんですよね。いや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 、ほんとそうっすね。そうするとスタッフがね、誰が見つながってるからスタッフが、ほんとそうっすね、うん、確かにね、だから足向けて寝れないですね、大地さんにはやっぱりそれをやれやれって言ってくれたんで、なんかこの仕事っていうか、はい、これ俺たち売れるんじゃないかっていう瞬間ってどこなんですか、その要は結果出たな、例えばなんですけど、僕たまに言われるのが、大吉さんとかに言われるのが、うん、僕ジャニーズ の5番組やってたんですよ、あの要は、東京ライブって生放送の番組があって、それジャニーズの5組が入ってて、そこのちっちゃい7なって人の声が、はいはい、大吉さん、はいはい、ね、あれで、ね、なんか大吉さん曰くですけど、うん、ジャニーズ5組のマネージャーが、はい、あれこの日できるってなって、あジャニーズの仕事が一気に解禁になったら仕事が僕の、なるほど、そういうとこ、ね、みたいなこととかがおっしゃってて、うん、まあそれは僕に対するあの大げさな褒め言葉かもしれないけど、でもそういうきっかけもありましたみたいなこと言ってたんで、なるほど、そういうなんかきっかけでも、まあわらがみ様はなとか、そうですね、そういうのはでかいですよね。あとガンミっていう
あ、ガンビア夜中にやってたロケ番組が、うん、一番最初に、もうそのまま、僕らのまんまやったのをそのまま使った。ああ、ロケの遊んでる感じ。だから、そのままでおもろいってなるならもう大丈夫やっていう。おー、なるほどね。なんかそうです。わらがみ様でそんなんやってて、うん、で、一回、日テレさんのあの、週一ってあるじゃないですか。はいはい。朝の超情報番組、あの、中山のヒデさんがやってる、はいはい。あれのパンのロケ行ったんですよ。うん。で、その時に、あ、これも情報番組だから、そんなに、千鳥食いらないな、美味しいパンを紹介だなと思って行ったんですけど、そこの若いディレクターさんが、もう千鳥さんか、からずっとロケ見てて、もう今回はください、みたいなことを言ってくれて、いや、そんなダメでしょ、大日テレの、大情報番組。大テレビ東京って言え。ごめんなさい。やっぱ、あの、王がつくのは今日テレだけなんで、テレさんの、それはダメでしょうと思いながら、でも、ディレクターさんが言ってるから、はい、バーっとやってたんですよ。ほんと、それこそシンプルに口が裂いたら、わーって例えだろ、なんだろ、バーっとやってて、まあ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 、要所要所にワンポイント使うんかなと思って、僕、きっとオンエア朝起きてみたら、はい、全ボケ使ってて。へー。もう、パンの紹介、キュッてなってて。千鳥のボケショーにわーってなってて、やばいやばい、もうこの演者からしてももう使いすぎ使いすぎっていうぐらいやってたんですけど、スタジオのヒデさんがめっちゃ笑ってくれてて、なんかでこれやろうよみたいな、へー、面白いよこの感じのロケ、朝にいいじゃん、朝に似合わないけどねみたいな時に、あら、これがいけるんならこれがいけるんならもしかしたらいけるかもねっていう流れから、その英断してくれたディレクターさんのおかげですね、多分。あ、そのそういう、あ、でもこいつらをこう使ってみよう、この荒い感じのやつをっていうのがあるかもしれない。だってキングちゃん、僕始めた 2,3 年前でしたっけ、うんうんうん、3年前の時点で、あ、じゃあ、深夜でこういう枠できたけど、うんうん、MC 誰にします、千鳥にしますって言ったら、やっぱ一応テレビ東京のまだ知らない人は、はい、え、千鳥でやんのですよね、そうですよね、劇場一人とかじゃないのとかっていう、その要はになったんだけど、そうですよね、うん、オードリーとかね、オードリーとかね、あの時だったらでも、このロケでやるお笑い、ゴッドタウンがスタジオだから、うん、ロケでやるお笑い番組やりたいなと思った時、千鳥が一番向いてるなと思って声かけたんですけど、でも今となってはね、いや、あれは大、うん、よくええなんやな、うん、ええー、って言いましたもん、うん、やらせてくれるんやって、そうそう、だからあれはもう、だって、あ、何でしたっけ、あのロケにね、の、あの、大悟さんが1本目と2本目の間の2本目のロケに1時間遅刻してきたことがあって、はいはいはい、うん、その話するありました、キングちゃんといえばですよね、キングちゃんといえば、キングちゃんといえば、だからじっくり喋らんだけど、これの場合じっくり喋らんだその1時間を、あれはテレビ史に残る、テレビ史に残る事件があったのよ、はい、1本目外でロケやったら面白かったです、うん、3時間か4時間空いて、4時間ぐらい空いて、学校でロケやります、はいはいはい、で大悟さんが全然来られない1時間、うんうんうん、で1時間何 どうしてたんでしたっけ、その1時間はまあそのバッチシ週刊誌に撮られてで、その人と揉めながら、でもわしも仕事やから、もう遅れるってタクシー乗せて、もう何時間かもわからん、あのタクシー乗ってる空間。で、ロケ現場に記者と一緒に来たんだ。これはないっすよね。これはもうおかしいっすよ。もうだからオープニング取り出してたんですよ、ね。オープニング取り出したの、もう。来ない、来ない。ゲストの件から。うん。だからもうオープニング取ってるし、で、オープニング入った時にその言い訳をして迷ったんですよ。そうですよね。まだこれが週刊誌に出てもないし。あ、そうですよね。言ったら、テレビ上ではそれを言うことになるし。そうですよね。みたいな。いろんなんがぐる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 しながら、んならまた企画が、確かにハートブレイクっていう、傷ついた話をするっていう。ぴったりなやつやって。ほんまっすね。で、これはしょうもない、しょうがないって言って、確か、オープニング撮り終わった後に佐久間さんに言ったんですよ、僕が。そう。任せますと。うん、編集をね。編集を、もう使うか使わんかは、つって、うんうん。全部使った。ちょ、マジなんか増やしてなかった。増やしてた。増やすぐらい使って。わしが言った以上になんかいろいろ。編集で増えることないから。いろいろバレてた。いや、だからそうやな、運ですよね。そう、麒麟川島さんとかみんないる中、大悟どうしたどうしたって言ったら、そうだ、あ、ちょっと今撮られて、ね、記者がそこまで来てるっつって、うん、トークを始めて、トーク始めたら、今日、嫁の両親が来てるっつって。それだけで大爆笑。大爆笑。
いやマジであれはすごかったな。お前やったからな。マジで運ですよね。そうですよね。そう思ったら、うん、あの時期券って全然笑えなかった。たですよね、本当芸能界の風潮でしたよね。ああ笑えなかった。でもなんかあの登場とかあの企画とかがたまたまバチッとあって、バチッとって、うん、なんか一人だけそうなんですよ、こいつだけなんでなんですか、あのアルカトラズから生還してますよね。そうそうそう不倫のね、不倫のアルカトラズ刑務所から不倫っていうのは主なるかショーン・コネリーのザ・ロックぐらいに一人だけね、一人生還、泳いで生還してきたんですよ。そうなんですよ。あのベッキーとかも戻ってこれなかった、意外と騎士がね近かったで泳いでみたら泳いでみた。大学のそう前世相当徳を積んでると思うんですよ。そうですよね。なそれがなんか、だから飲んで失敗とかもちょいちょいあるんですよ。ロケに駅伸、全然15分ぐらい現れなくて、はい、その時待たしてた人ってヒロミさんですよ。うわ、しかも初ヒロミさん、初ヒロミ、初ヒロミさん共演でこれからロケ車で出るとかっていうのに、初ヒロミで、ヒロミさんがスタバで一人でなんだよこの時間で、いや俺はすいません今相方がみたいになってる時にこいつが現れたのが、たま、あの真冬だったんですけど、うん、マフラー巻いてニット帽かぶってダウンジャケット着て、はいはい、ズボン履かずに来たんですよ。ちょっと待ってください。え、真冬でしょ、駅の品川駅のあそこのロータリーに、うん、真冬にズボン履かずにパンツだけで来たんですよ。え、もうボケじゃないってことですね。ボケじゃないですよ、ベロベロだ。でもね、さすがにね、あの普通に酔っ払って遅れたらヒロミさんブチ切れたと思うから、はい、やっぱズボン履かずにしたわ。でヒロミさんがそれで笑ったんすよ。なんだよこいつみたいな、おめえ重いなマジかよみたいになってくれて、そっからロケの中でもこいつバカだよ、こいつはもうアホだよ、でもこんなやつがいねえとなみたいな感じで、なんか私初タカさんも遅刻してる。そうだ。ほんまや。初ヒロミだけじゃなくて初タカさんも。タカさんも。で、その時はさすがにスタッフがお前5年前やったら死んどった。そうそうそう。そうです。え？その時もわけのわからん。その時もギッチギリ耐えたのが、初千鳥が初めて石橋貴明さんと仕事するっていう日なんですけど。うん、それの1週間前に僕だけアメバかなんかでタカさんとちょっと絡んで、うんうん、その日朝までタカさんと飲んだの。ああなるほどなるほど。でその飲みがあったから、お前酒好きだなって言って、うん、でお前どうせ遅刻とかすんだろうみたいなノリがその時あったんで、それでその初絡みの時に遅れて行った時にまたお前飲んでたんだろうになったんです。奇跡だ、奇跡なんですよ。本当わけのわからん、その奇跡でわーとか美談って言ってますけど、待っとる俺を考えるよ。激切れするかもしれないよ。ヒロミさんの対面で、すいません、もう来ます。もう来ます。いや、ほんまに、行った時の、もう、タカさんの時のね。タカさんの、もうガリガリになってんすよ。その1時間ぐらいで。ナイナイの矢部さんかなと思った。あれで、ちょっと遠くから見たら、めちゃくちゃ細い。矢部さん任したんかなと思って。だいぶ細いやろ、矢部さんやったら。そら、怖いっすよ。もうやっぱ ね、コンビってこういうことがあるから。だってそのハートブレイクの時だって、はい、多分光浦さんにケツがあって、光浦さんだけは、まだ事情知らないから。はいはいはい。あどうしたの、何があったの、そう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 、結構ピリピリしてますね。そう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 、なんでこんな押してんの。理由も浮気やし、理由も浮気だし。女性からすればなんでお前の MC の浮気で1時間待たせなきゃいけねえんだっていう。いやマジでね、こいつは前世が徳を積んでるか親が相当いいかしか、そうですよね、運がやっぱね、いろんなもん切り抜けてきます。志村さんってなんで仲良くなったんですか。それ仲良くなってからしか知らないのよ。でも志村さんはシンプルにその番組に呼んでもらって、で、酒好きらしいねっつって飲みに行こうかからですね。あ、そうなんですね、はい、普通に、うん、志村さんがネタ番組のお主っていうネタを、はいはい、うんうん、見てくれて、で、なんかいろんなとこでやってたんですよ。そうで、鶴瓶師匠から電話かかってきて、僕と大学、その今な、志村さんとボーリングの年1回の特番撮ってるんやけどな、ずーっとな、わけわからん、お主って言うねん。全然関係ないとこで。お主って言ってくるから、なんですの、志村さんとか言ってたら、今面白いんだよ、千鳥がって。それなんだこれはとか言ってくれてて、したら大丈夫だかな。うん、
分かったのに読んでくれてみたいなんで、そっから なんか大号を気に入って それもそれこそお主っていうネタがその何回もお主っていうだけのボケなんですけど、その結構マジなトーンで酒飲んでる時にあのネタ見たけど、かぶすっていうのは難しいんだよなみたいな急に本当のトーンがたまに現れるんですよ。いやありがたいっすよね。あれできるっていうのは力あるんだよなみたいな。ああなるほどなるほど。かぶせが漫才の中でもあんなにうまくできるのはコンビの力があるからだみたいな。そういう、はい、お主っていうのしか言わないね。いやいやそうですね。あれ劇団一人も大好きなネタ出してましたよ。ああ言ってくれてました。ゴッドタンの中でお笑いのかと語るバーで、語るバーでね、どのネタ番組でも何回こすってもネタを楽しそうにやるから、はいはい、それはなんでできるんだろうね、はいはいはい、あと台本に書いたら絶対つまんねえのにあのネタっていう話をやると面白いのはなんでなんだろうな。まあね、台本に書いたら1ページもないですからね、あれ多分。あれオンやりましたけど、酒うまかったあの企画はいいよ佐久間さん、 あれは気持ちいいですね。夜中に飲みながら見て、どっかで飲んでるであろう大悟にこうグラス掲げましたダサい大悟ひとりさんが褒めてくれてるよ潰れるだそんなやつは、そのうちそうそうそう、あれはコンビ仲はあれですよね、はい、いいですよね。あのだって俺キングちゃんの時に思うんですけど、はい、打ち上げ、まあ普段は別々に飲むじゃないですか、はいはい、ノブさんがスタッフ、大悟さんが大体来てくれた芸人の中と飲みに行く、はいはいはい、けどキングちゃんの時はそうじゃないですか、で、うん、たまに、まあ、キングちゃんで打ち上げやるじゃないですか、うん、打ち上げやるじゃん、うん、そうするとコンビ残ったまま2次会3次会までずっとコンビで来るんだから、ね、あ確かにそうかもしれないですねこの前もそれこそね、カジさんとカジさんと飲んだ時そうだカジさんと、そうだカジさんと千鳥と若林君と飲んだんだけど、あのこれはまだ全然言ってないんだけど、あのすげえ俺が予約のミスをして、ありましたねお店で予約のミスをして、最初もともとカジさんと千鳥だからもし個室を予約してたんだけど、なんか千鳥かカジさんの予定で1週間か2週間ずらされたの、でそれずらしたの、でそこで俺個室マストでっていうの忘れちゃってて、しかも俺仕事があって遅れてたどり着いたんだけど、でカジさんも遅れたらしいんですよ、はい、そしたらあのサラリーマンが普通に飲んでるところのど真ん中で、うん、千鳥の2人がただ飲んでたみたいな周りもなんか周りも気遣ってました、なんか大事な話してるアメトークの人やんなだから最初2人やからゴッドタイムの人やん、2人そうだそうだ俺2人だから千鳥がただ待ち合わせて居酒屋で飲んでるっていう、しかも4人テーブルで一応会社さんと佐久間さんの方を席開けてるからノブと僕がなんていう向かいじゃなくて横の上で隣同士で座ってるっていう、でも本当に申し訳ない謎の状況でしたね。で辿り着いたらもうやべえやべえと思ったんだけど、で梶さんが佐久間君千鳥が今並びで2人で飲んでるらしいよ、なんとか行かないとっつってたどり着いて、そうだそうだ、で飲み始めたんで個室開くのに2時間ぐらいかかって、うん、で個室が開いてから若林君呼んだの、ね、そうですよね。なんでもともとあの4人で飲むってなったんでしたっけ、佐久間さんと梶さんが、まあ、定期的には飲んでるんですけど、で梶さんが飲みに行こうよって言った時に、はい、たまたま千鳥の単独の客席で、そうだそう、ああそうですね、うん、関係者席で僕と梶さんが並んで、佐久間君あの話だけど飲みに行こうよって言われて、うん、あいいっすけどまた差しに行きますって言ったら、うん、あいや千鳥は呼ぼうよって言ったら、いや絶対空いてないですよって言ったら、楽屋挨拶で梶さんが飲みに行こうよってなって誘ったっていう、行ったんですよね、その流れだ、うん、で飲んでたらそのあまりそのテレビ界のバラエティー界で佐久間さんと梶さんとコンビでこのメンバーで飲めるって有意義すぎて、これはもうドーピングだと思って、うん、独り占めしちゃダメだと思って若林呼んだんですよこれで俺らが売れてもおかしいと、そのあまりにもあの、はいはい、まあまあ結構お笑い出しましたもんね、そうで若林夜中の3時ぐらいに、ね、夜中の3時ぐらいに呼んで来てくれて、そっから若ちゃん来て 5時ぐらいまで飲んで、そうだそうだそうだ、うん、やってましたね、あの時でも若林ラジオで言ってましたよ、はい、あのなんかみんなで結構飲む流れになって、はい、みんないろんな人のこと褒めてるけど、はい、こいつら俺のこと呼んだのに、はい、俺のこと全然褒めない呼び出したのだ、カスがばっかり褒めてたの、確かにあんまり褒めんかったベロンベロンに酔っ払っててカスがばっかり褒めてたのよ俺たちで、普通に気持ちよく帰ったけど、後で若林がオールナイトで
こいつらなんで俺のこと呼び出して見てもらって春日のことこんなに褒めんだろうな。わしがノブのこと褒めてノブがわしのこと褒めて、そうだそうだそうだ、チロリがベロベロに酔っ払った2人がお互いを褒め出すっていう、若林がなんだよこれって。そうあれは若ちゃんに悪いことしましたね。テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間信之のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。今日のゲストは千鳥のお二人です。はい、お願いします。お願いします。メールが来ております。ラジオネームかわいっちゃん、酒飲んでカナダは乱入して迷惑かけて炎上、はい、大悟さんは酒を飲んで遅刻しても事なきを得る、うん、カナダ聞いてるか、これがカナダと千鳥の差だ。なぜ本当にね、なんなんでしょうかね、聞いてるかな。本当そうですよ、事なきを得てますからね。ねえ、カナダはもう大炎上ですからね。え、そんなどういう、ベロベロできたんですか。ベロベロできたらしいんですよ。なんかそれはまた違うもの。ハイボール20杯かなんかね、なんかね飲んで NHK のラジオとかにも乱入して、で、もうしどろもどろになって、ろれつが回らなかったらしいよ。そうあのスタッフさんがカナダさん乱入してくださいよってなったんですよね。で飲んでるんですけど、あ全然いいですいいです、あのその感じで来てくださいって。それはかわいそうだね。ってなったらあんまりにも酔いすぎてて、なんか NHK のスタッフは 2,3 倍のイメージだったんですよ。なるほどね。であとあの三四郎がラジオ愛しすぎてて怒ったのよ。ああそうそう、あのラジオ舐めてる、舐めてるので怒って炎上したんですよね。そうそうそう、あのそう、他にもまとめる来てます、ね。ラジオネーム揚げパン食べ放題、はい、もし自分が今2年目の芸人だったら売れるためにどんな作戦を立てますか。今この状態で1年目で、はいはいはい、飛び込んだらうわー作戦、その作戦みたいなの練ったことないもんな。でも、まあ、そうですよね、千鳥はあんまりなんかね、そうですね、こうしていこう、ノブがまずこうしてとかもしたことないし、うん、こんな感じにキャラつくこうとかも作戦会議もしたことないんですよね、うん、でもネタじゃないですか、やっぱり。はい、ネタ以外ないと思いますけどね。まあでも、はい、今売れ始めてるのって、宮下草薙とかイグジットとかですけど、はいはい、よく考えたらあいつらもネタ面白いですよね。ネタそうなんですよ、ね、まあ、そこから出てきますからね、全部ネタからなんですよ。で今なんだかんだでテレビで仕事をしてる人たち結局ネタで評価されて、うん、M1 とか出て、うんうんうん、キングオブコント出てっていう人ばっかりがいろんな能力持ってやってるんですよね。多分オードリーもそうし、うんうん、そうじゃないのってもうのぶしこぶしだけじゃない。マジでのぶしこぶしだけじゃないですか。確かに、ただ一組だって、ハライチだってね、みんなもちろん M1 でやってますし、三四郎もネタ面白いっていうのが呼ばれてるし、そう考えたらすごいですね、のぶしこぶし。逆にね、逆にあの大吉本の祭典 の、うん、あの東西ネタありますよ、はいはいはい、あいつら一回も呼ばれたことないですよ。あんなにも3時間埋めるのに、あんなに3時間やるのに、のぶしこぶしとかはないけど、うん、めちゃくちゃ売れてるじゃないですか。確かに、であそこを安易に目指すとあっちの方が危ないですよね。いやそうですよね、難しいですよね、うんうん、相当やっぱ力ないと。確かネタしかないんじゃないですかね。テレビ東京の佐久間です。この時間は佐久間信之のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。今日のゲストは千鳥の信さんと大悟さんです。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、いやこれなんか一個、はい、本当はもう触れたくないから無視しようと思ったメールが来てて、はいはいはい、でもなんかうちのリスナーからすごい来るんですよ。はあ、ラジオネーム天ぷらそばマン、はい、千鳥さんにご相談なのですが、はい、アルカ&ピースの平子さんがアメトークで変なボケをしまくったせいでカジさんに顔面くっつけられながらキレられ、以降カジさんの番組 NG になってしまったのですが、はいはい、この件千鳥さんの力で何とかしてもらうことできませんか。これはねわしらもいらんわそのメール。そう、ちょっとどでかいね、荷物がどでかいっすね。でもやってくれよ、これは大悟もでしょうけど、うん、平子さん好きよな。好きよ、好きよ。平子さんも千鳥は大好きなんですよ。でも大ファンなんですよ、うん、で絡めば絡むさんは怒ってくんねんけどな、うん、お前舐めてるだろ俺のことってなるんすけど、うん、面白いから。これを言わさすんがダメなのよ平子さんは。ここで今ボロクソに言える平子さんなら勝ちなのに、あ、なるほどね、一回好きなのよって入れちゃわせる、あの人。気をね、気を使わせるね。まあそこは嫌い嫌いはね、せないですね。確かに。あんなもええわってぐらいで、ね、助けてあげたいですよね。腐すのにちょっとだけ気使っちゃいますよね。うん。まずでかいな。でかい。なんか。サイズ的にはね。だからなんかでね、
いや、そうですよ。結局何が解決法かって、カジさんと仲直り。だから、はい、そう考えると、アメトークは多分なかなかいけないから、はい、申し訳ないんですけど、テレビで。でもそれはちょっともう言うてんすけどね。だから、平子会は全然、いや、平子会にするとカジさんが通さないと思うんで。そうですね。うん、カジさんは嫌で、まぶす。まぶすんですよ。だまぶすに、まぶれない。まぶれが。だからキャラ選手権とかしてるんですよ。ああ、なるほど。面白キャラを新しいの作るとかをやってるから。海外のやってる企画ですよね。はい、危ないね、でもあれは。そこの一人でまぶすのはまだ、カジさんは。でも、ああいう大ぶりなボケ、平子苦手でしょ？変なセンス出してこよう。それがいい、それが最高や。変なのよね。そうなんですよ。そこを、でしょうね。キングちゃんでもなんか、キングちゃんにもなってもらったことあるんだけど、じめてくんですよね。はいはい。なんか、ボケる前になんか、大ずらしは苦手なんだよ、みたいなこと言い始めて、人間だからとかつって、自分で勝手に首絞めて。そうなんですよね。だから、そうなんですよ。紙一重なんだ、ね、平子さん。そうそうそう。うん、そのか、もうそっちをいじりますやん。そうするとね。じゃあ、その言ってる大ずらし見せてくださいよ。大ずらし見せてくださいよとなるけど、アメトークのあの現場やっぱないから。ああ、ならないですよね。じゃあまあ、テレビ千鳥で、その仲直り機構やっちゃうか。カジさんと平子の仲直り。カジさんも表に出て。カジさんも表に出して。ああ、平行線やな、それ。そしたら、俺多分滝に見に行きますよ、ね。めちゃくちゃちょうどいいと思うんですけど。ああ、なるほどね。会話もせんぐらいの。そう、大足らがモニタリングでボロクソ言うでんな。どっちかが謝るや、みたいなこと言ってる。あれやってください。カジ平子の仲直りの飲み会みたいにやるけど、時々大悟さんが平子に、を指示する。平子プロデューサーみたいなのやってくる。キングちゃんの。キングちゃんの、だから、カジさんと平子だと、ほら、中田君さんが。平子を操って。なるほど。でも、対決させたら面白いと思うんですよね。幅跳びとか。おい、平子さんは。カジさんと平子さんの幅跳びとか、100メートル走とか。関係ないやろ。仲直りせんやろ。まあでも勝った方、勝負したけど。勝った方のも言うこと聞けっつって。ああ、なるほど、なるほど。うん。まあそうやな、うん、いや走ってるかだってカジさんも50ですからするかほんまもうゴッドタンの仲直りフレンドパークにカジさんスーさん出るか好きですよ平子さんで、あ、そう平子が怒ってたのが、はい、毎回怒るんですよ90出してもいいと、うん、1褒めろって言ってましたそうそうそう1を1個1だけ褒めろいや褒めさせようとするから何にしがみついたのセンスある系のことを言ってずっとキングちゃんで滑ってって、はい、それを佐久間さんと僕らがいじって1個目表面食っておもろかったのがあるんですよ。え、何ですか？ポーズで最後笑かせみたいな時に大悟はなんかカエルのポーズをなんかしてた時に、はい、平子さんがなんかこう手を C にして何、ね、うん、ですかそれって言ったら砂漠の弓張り好きです。あれは、もうね、バチシンカーがバシーン決まって、いつも外れるシンカーが、アウトローにズドーンっていったのは、あれがあるから、結局では天才なんですよね。そうですよね、シンカーがね。そうそうそう。今の、ちょっとカジさんの企画にフィットしてないだけで。そうですね。何か企画そうそう。でもめちゃくちゃそのハマった時でも、終わった後のロケバスで、まだできるはずだったみたいな顔してるんですよ。それいらんねん。それいらんねん。満足げにしとけやってね。確かにね。かわいげがないんですよ。まだその彼、ワットノブに見せてきとるから。まだ、まだそこを知れんよ、俺はの顔。それいらんねん。ああ、確かにしてくる。しかも受けた時だけね。受けた時に。本当に滑った時はすぐ帰るでしょ。その辺よ。その辺だ。あるかもしれないです、ね。いや、ほんとすごい。もう平子はもうほんとホクホクだと思いますよ。ホクホクかどうかわかんないけど。責任を持って何かね、はい、平子さんの。佐久間信之のオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れの時間です。はい、ミックスチャンネルでは番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。すごいな、すごい。あっという間ですよ、もうね。あっという間でしたね。あっという間に終わりましたこれ。早いね。本当、この方、カジさん聞いてほしくないな。怒られそうやな。怒られそうだな。また名前出して。はい。乱八太郎。僕は、カジさんと平子さんの二人熱海旅を見たいです。いいな。それは仲良くなってから。仲良くなってからですね。それはいいな。確かに。ラジオネーム、サイダーロード。
皆さんこんばんは、うん、そんな平子さんに今すぐ乱入しと思ったでしょう、うん、あ、そう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 、こういうのここに来てくれればね、そうなんですよ、彼今ロサンゼルスに嘘でしょ、嘘だろう、こういう時に追って地球上で一番おもろいところド派手な街や、ド派手な街にいますね、前回のカジさん、前回のカジさんの時にはモンゴルにすごいな、なんだよあいつ、有吉さんぐらい止まってるそうですね、猿岩石ぐらい行ってる、なんなんだよ、いや呼べたらね、いろんな話聞けてとかあったのに、だから前回もカジさんと盛り上がった時に来てくれれば仲直りできたのに、うん、で今回もこんな千鳥がめちゃくちゃきっかけ作ってくれたのに、何なんだよ佐久間さんって済んだのに、そういうことですね、今ロスにいますえ、なんか外務省かなんかやってるそうですね、芸人の裏で CIA 的な仕事をしてる可能性ありますよ、ね、ロケ芸人じゃないのにね、ということで今週のゲストは千鳥さんだったんですけど、はいはい、実はですね、僕の番組だけスペシャルウィークが来週も続きまして、来週もゲストが来てくれるんですよ、はい、あの伊集院光さんが来ます、すげえすげえ、深夜3時に深夜3時に、今週のゲストが千鳥で来週のゲストが伊集院光さん、ラジオの覇王が来るぞ、すげえラジオ覇王ちゃんとその時も平子さんの話していや、この話できないですよ伊集院さんと、あとこれだけで言っておきたいんですけど、はい、今日の千鳥でも嫌だったんですけど、伊集院さんの前でオープニングトークやりたくない、怖っやりたくないですよね、それは嫌ですね、来てくれるんですね、時事の話とかしたくないよね佐久間さんがラジオ行ったんですよね、 TBS のラジオ行った、行った、 TBS のラジオに行って盛り上がった時に、はい、なんか話したりだみたいな空気になって、はい、おー行くよラジオって言われて、そしたらホリプロと TBS がざわざわざわって、はい、ああそうか、いいのかと、いいのかってなったんだけど、結局クリアになってスケジュールが調整できたんで来週伊集院さんが来るっていう、すげえな、緊張、すげえ夢じゃないですか佐久間さんからしたら、夢です、夢です、僕だってそのラジオっ子だったんで、ああ聞いてた、聞いてたから、学生時代からずっと聞いてた人とラジオ、しかも自分の自分のラジオに来るっていういや夢かなって言ってるな、私服見たことねえわよそうですね、伊集院さんのな、確かにな、私服どんなんや、 T シャツなんかな、ポロシャツなんかな見たことないな、あとはだから伊集院さんこれ4時半までやるじゃないですか、あの人 TBS ラジオで8時過ぎぐらいからラジオやってるんですよ、朝の、うん、だからもうこれ終わってそのままラジオ3時間後ぐらいに行くから申し訳ないですよね、いや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 、すごいな伊集院さんは、はい、楽しみです、これは帯でもやりながらですよね、帯やりながらですよ、うーん、まあ、あとはていうかせっかく、まあ、こうやって千鳥にも来てもらって、まあ、他の番組やってるんですけどキングちゃんやりたいですよね、いやーやりたいですね、キングちゃんの枠を探して今、そうですね、いろいろできますしね、いろいろできるから、いろんな企画が待ってるから、はい、キングちゃんができたら完成するな、いける、うん、もう平子をロスに置いて帰ってくれキングちゃんは本当いろいろやってくれるからな、ああそうだ、昔嬉しかったのが品川さんがキングちゃんに遊びに来て、はい、で千鳥に俺さらっと思ったんですけど、はい、千鳥今どんな仕事してんのみたいな話して、このぐらいのこれで、はい、あ結構大変だなっつった後、はい、品川さんが、はい、僕は遠巻きにいたんですけど、はい、まあでもこれあれば大丈夫だろう、そう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 言ってたのよ、ほんとそうですね、ただめちゃくちゃしんどいよほんま、あれ確かにね、 MC も参戦しますからね、参戦するからね、うん、そうだ、いまだに言われますもん、ツイッターでノブドルジっていま、ね、だに言われますから、やっぱ見てくれてた人は多いですからね、いやだからもうぜひどっかでやりたいなと思っておりますという形ですね、今日は来ていただいて本当どうでした、いや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 、佐久間さんもラジオの覇王になるんじゃないですか、何言ってんですか、そう、いやなんかね笑い声が気持ちいいんですよすごいやっぱディレクターの今あそうかと思ってスムーズに終わっていってるのがもうなんか違和感あるというか、そう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 、あそうか、もうなんかもうできてますやん下手やなとかいじろうかなと思ったらできてるし、ちょっとそうでしたね、言いたいこといっぱいあったんですけどね、あそうですか、あそうだあれだ、うん、あのもう時間来ちゃった、愛席食堂のスタッフと飲みに来たことありますよ、あそう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 、愛席食堂が今続いてるのはうっすら佐久間さんのおかげでもありますこれもまたどっかで話しましょう、どっかでしゃべりましょう、はい、ということで、やろうども港に別れを告げろ、ようそろう、テレビ東京の坂本龍一、最後に滑りまくるよ、最後に滑りまくるよ、